俺がこれから言うことを後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そして許したんだってばよ。ばあちゃんはエロ仙人の性格よく分かってたんだろう。たった一人でそんな危ねえところに。どうせナルト、エロ仙人が五代目火影になってたら、つまねのばあちゃんにこんな無茶はさせなかった。今からお前に教える口寄せの術だ。無駄には使わん。道中は全てお前に時間を当てるから。
死してなおその体屈することなく満身創痍で敵をなぎ倒すその姿、まさに怪物。この戦闘によって受けた刀傷は実に260と7たち、受けた銃弾100と52発、受けた砲弾40と6発。さりとてその誇り高き後ろ姿には、あるいはその海賊人生に一切の逃げ傷なし。
償に汚名を、愛の代償に憎しみを受け取り、それでもなおイタチは笑って死んでいった。我らは蛇を出した。名を高と。